ビエンホアはドンナイショーのショートである。2017年現在の人口は125万800人であり、中央直轄市を除けばベトナム国内で人口最多の都市である。ホーチミン市のベッドタウンとして発展一しい、ビエンホアのスカイライン河川故障以下の29号一社を管轄する。高知市な戦争中の1861年12月16日に、 フランス、スペイン軍によって占領された。ベトナム共和国時代、サイゴンの郊外都市として発展した。第一次インドシナ戦争の際、ベトナム北部、中部から1万人以上のカトリックが避難してきた。ベトナム戦争中は、アメリカ空軍のビエンホア空軍基地が設けられた。同基地は、1968年1月30日から31日にかけて、 ベトコンの迫撃砲による攻撃を受けた。基地では、大オキシン類を含む、枯葉剤の貯蔵を行っていたが、ベトナム戦争終結間際の撤収作業中に、薬剤が基地から地下水や川へ漏出。後日、周辺の住民に生じた深刻な精神及び、身体障害の発生に関連しているとされた。2019年、アメリカ合衆国国際開発庁は、 カルハザイ貯蔵施設は後で浄化作業を開始。終了には10年の年月がかかる見込み。ビエンホワ駅、チャンビエン分廟ベトナムドン内省のドン内側のほとりにあるグエンバンチ公園。ありがとうございます。